10、あと10回。地味な動画。地味だけど聞くの。いつもご視聴ありがとうございます。生放送の直前なんですけれども、原志保さんと一緒の楽屋にいます。でちょっと空き時間ができたのでエクササイズしようということで、志保さんがなんと教えてくださいます、はい、もうちょっとした空き時間に簡単にできるエクササイズなんですよね。そうなんです、はい、まずはバストアップにもつながる背中の筋肉を鍛えていく運動と、はい、気になる二の腕のこの上腕三頭筋と言われている手を振った時にブルブルっとなる部分ですね。バイバイ、はい、それから後ろ姿ビジョンを作るということで、背中と同時にお尻と、ふくらはぎ引き締めていく簡単トレーニングをご紹介していきたいと思います。お願いします。よし、ポイントですね。はい、はい、じゃあ肩幅に足を入れます。はい、でお腹にグッと力を入れます。引き使った状態で両手を手の、まあ、トップで支えます。ちょっと耳の横くらいですね。はい、それぐらいで支えていただけると表面にいきます。でこのまま両手を外に開いていきます。はい、グッと背中の肩甲骨と肩甲骨をグッと寄せる感じ。はい、こうすることで背中を使えることで胸郭も開いてバッサッと支えます。はい、では20回いきましょう。上から、せーの、1。この時、タッグが出ていきましょう。呼吸が一緒にできるので、2、3、お腹にも力を入れて、4、1、2、3から大丈夫。はい、5、背中の筋肉を入れてください。6、ゴリゴリ。結構、肩こりに入れて。9、10、あと10回いきます。気合できつい。1、2、3、4、5。地味だけどきついぞ。地味だけどきつい。6、7、8、
9、10、はい、背中終わりました。今度お尻、ふくらはぎ、太ももの後ろをしっかり鍛えて、これもね、例えば歯磨きながらとか、キッチンでお料理をちょっと待ってる間、なんかこう煮込んでる間とかやるんですけど、かかとを上げて下げるだけなんですが、その時にグッとお腹にも力を入れて、お尻にも力を入れます。はい、お尻と後ろをキュッとくっつける感じで。で、下ろす時に、下につかない。はい、え？上げた状態。かかとですか？うん。この状態で、上げて、下ろす。はい、手はこれ。これね、お腹に力を入れないと、体幹がないとまた動きやすい。手は腰でお腹に力を入れます。はい、いいよ、正面を向いていきましょうか。はい、皆さんもお腹に力を入れて、手は腰です。はい、いきます。せーの。1、下げて、2、3、4、5、地味ですけどきついです。6、頑張って、7、お尻力ですね。はい。9、ふくらはぎも結構。10、そう、ふくらはぎも。1、20回いきましょう。2、はい、3、4、うわー、5、6、頑張って7、8、9、ラスト20。そう、これ体幹がすごく整ってくるから、体幹がないとフラフラってなっちゃうので、必ずお腹にも力を入れて、お尻にも力を入れて、もう20回いきます。せーの、1、耳ですよ、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10回。地味な動画。ちょっと地味だけど、ちょっともうなんか行きますね。4、5、6、曲がちょうど13分。じゃあもう1個、あと1個、最後の運動は二の腕運動です。はい、はい、じゃあペットボトル持っていきましょう。3回目。はい、まずペットボトルの蓋の部分を天井に向くように持ちます。両手です。はい。この状態でそのまま上に上げます。で、この時もお腹に力を入れてね。で、横から見た時に、こうですね、ここを動かせないよね。二の腕の部分を動かさずにそのままに。はい。そう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 。そうやってあげる感じです。わかりました。はい。天井に持って。二の腕固定。そう、二の腕固定で。いきます。これ、正面向いていきます。はい、20回いきます。せーの、1、二の腕固定、2、座ってでもいきますね。座ってでもいける。でもお腹に力入れるかも。3、4、5、6、7、肘固定で、8、わー、上品さん、9、10、あと10回、1、2、3、4、うわ、5、お疲れ様です。6、いった、7、8、あと2回、9、ラスト20。はい、ちょっと休憩。すごい簡単だけど、きついじゃん。はい、ちょっとこの動きがこんなきついと思わなかったです。いった。でもね、二の腕、年齢とともにどん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 ピヨピヨしてくるので、10ぐらいからきついですね。でもね、それぐらいからこうきつくなってきて、どんどん2回やるのがいいですね。もう1回いきます。最後、はい、せーの、1、お腹力入れて、はい、2、二の腕意識して、もう2セットも大きすぎてたんで、やばい、ね、かな、5、6、7、8、
できる運動なので、はい、合間にやりたいと思います。はい、あ、こっちだった。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。本番頑張ります。頑張ります。あ、そうだ、この後、きほさんの動画も撮る予定ですし、はい、一緒に撮った YouTube 動画、うん、お互いにいっぱい出しているので、はい、ぜひ、主婦さんの YouTube チャンネルもよろしくお願いいたします。それではさようなら。またねー。